んにちは。ヘアモードの小林真希です。有本彩です。どうもお久しぶりのヘアモードチューブになりました。お久しぶりです。お久しぶりです、ね、私たちも髪を切りましたでございますよ。切りました。あの長い髪が切ってそして今またここ伸びてるみたいな感じに、はい、結構バッサリ切りましたね。はい、私もベリーショートにこの間してもらいました。かわいいでしょまあそんな感じで私たちも変わったし、ヘアモードはちゃんと作っておりましたよね。はい、ね、ちゃんとやっておりました。ちゃんとやっておりましたいや皆さん本当にねお元気でしたか1月号が出来上がりました。できました。はい、8月号の特集は野暮。なかなか大胆な特集テーマにいたしましたね。そうなんです、ちょっとあの挑戦したんですよね。ネガティブな意味で使われることが多いですけどね、ここをあえて取り上げることで野暮はおしゃれか田舎を皆さんと一緒に考えたいっていうことですね。最近こうストリートとかですごいスマートでこうすっきりした服というよりかは少しだるっとしていたりボロッとしていたり しているなっていうのを見つけたので、まあ、それを野暮と解釈して、まあ、野暮って今の彼らの思考の中にある野暮っていうのが、まあ、どういうものなのか、でそれをおしゃれに仕上げるためにはどうしたらいいのかっていうのを考えてみましたね。そうですね、はい、まあ、野暮ったいものばっかり載ってるんでね、ぜひちょっと見ていただければと思います、うん、どんなもんかってね見てやってください。あと、第2特集で行き、もやってますので、うん、そちらは浴衣ヘアをやっておりますので、うん、ぜひ見てみてください、はい、そして8月号は、特別付録でこちらが付いております。はい、赤いしましまが目印の本、ね、このしましまつながりかっていうぐらいのもうなんかちょっとリンクしちゃったなみたいな感じなんですけど、美容師のための防災ブックが、8月号には必ず付きます。うん、まあ、地震大国日本と呼ばれるぐらいですから。そうなんです、うんうん、やっぱり地震に対して何か対策しようと思っているんだけどなかなかこうそこに取り組めないっていう人が、まあ、もうほとんどだと思うのでこれを読んでですね、まあ、まず自分の命を守って営業中に被災した時にどうしたらいいのかっていうのを日常で気をつけていくっていうことをやっていってほしいなと思います。うん、いろんなシチュエーションが考えられますもんね。営業中だと例えばヘアカラー中であったりとかパーマ中であったりとか、うんうん、どうしたらいいのかってあんまり想像がつかないと思うんですけどそれを考えるすごいいいきっかけになるかなって思いますよね。だいぶ細かくいろいろあります、うんうん、結構もうさらっと読める感じになっていると思うので本当にもうこれをここからまたさらに深く勉強していくっていうこともやりながら、サロンでの防災対策に取り組んでいっていただければなと思います、うんうん、まあ、実際にそういうことに意識の高いサロンさんにご協力いただいて、まあ、小林が作ったんですけれども。そうなんです小林が一人で作りました。一人で作りましたまあそういう、もう実際にあの例えば阪神淡路大震災で被災した経験からとかすごくこうリアルにそれを受け止められるっていうか実際に活用できる知識が満載だと思うので、うん、私も読んだんですけどすごいためになりましたので皆さんにもぜひ読んでいただきたいです。さて、次号は9月号特集がヘルシーとなっておりますもう野暮ときてヘルシーときて私たちは本当にいろいろといろんな人たちを拾い集めたいっていうことなんですよね。そういうふうに思っていただきたいと思います、うんうん、ヘルシーね、もうこれ特集何やるのかっていうこと自体も楽しみにしてね見ていただければと思います。またー